打って、これがどうか、一塁送球は間に合いません。さあその間に田中健介サードまで行きます。ただ近藤が大丈夫でしょうか。接触ファーストの高浜とあったというところですが、栗山監督も走ってファーストに向かいます。少しセカンドからの送球、中村の送球がそれて、高浜がそれに対応しようとして近藤と接触。大丈夫でしょうか近藤。表情を見る限りはそうですね、今痛みがこらえきれないほどあるという表情でもなさそうです。立ち上がります。そして高浜も立ち上がりました。ただちょっと足引きずっているということで、これ治療でしょうか、それともダイソーを送るのかと。あ、大丈夫ですね、今のところは普通には歩いています。ちょっと引きずった感じはあります、でもこれよく打ちました。これインドコースボールですよね。あそこはもう近藤しか打てないですよ。ここで接触、これ危ないですね。腕も大丈夫ですかね、最後。危ない危ない危ない、これ一番怖いんですよね。最後の腕も危ないですよ、これ。ここですね、左の肘ですね、投げる方の肘ではないというところではありましたが、このように足を伸ばしたり関節、ここなんかも裏裏でお伝えしている違うスポーツ NFL なんかでもこういったシーンというのは一番怖いシーンなんですけれども、意外に ねこのファーストベース上のこの怪我っていうのは多いんですよね。どちらも真剣にこう球際のプレーということでね、もう避けようがないですかね、今の場合は。さあ記録は当然ヒットということにはなっています。セカンドへの内野安打ということで、チャンスは広がって、さあ同点のランナーはサードに進んで迎えるはレアードという場面です。今度はしてきました。先ほどの足を引きずる様子も抜けています。さあ今度ファーストランナーで復帰。